プロトゥールズ12.6にはいくつかの先進的新機能が加わりましたクリップエフェクトではクリップ単位でのリアルタイムフィルター EQ そしてダイナミックスプロセッシングを実現していますこのクリップエフェクトを従来までのクリップ原因と併用することでミックス準備段階で行われる静音作業がより効率的に実行可能となりますまたプロトゥールズ HD ではポストプロダクションにとって便利な1台の HDX システムのみで実行できるインボックスダバー起動が搭載されました さらにプレイリスト機能の強化、レイヤー編集モード、フェードカーブのリアルタイム編集機能などが加わっています。早速見ていきましょう。ProTools HD ソフトウェアに追加された新しい機能であるクリップエフェクトは、クリップ単体または複数クリップに対して実行可能なクリップベースでのリアルタイムフィルター EQ、ダイナミックスプロセッシング機能です。任意のトラック内のクリップを選択し、リアルタイムエフェクト処理が可能。バイパス、編集、 および必要に応じてレンダー処理すすることもできますクリップエフェクトを実行したクリップをループ、デュプリケート、コピーペーストしてもそのパラメーターは維持されます。クリップエフェクトのパラメーターのみをコピーペーストすることも可能です。またプラグイン同様、インポート、セーブ、リコール可能なプリセット機能も備えられています。クリップエフェクトはシステム 5DSP コンソールで使われていた Abit Channel Strip プラグインをベースとしています。 では、使い方を見ていきましょう。クリップエフェクトは、編集ウィンドウ上部に表示され、ショートカットキーで素早く呼び出すことができます。各モジュールはツールバーのように自由に移動でき、個別の表示、非表示も可能。インプットセクションでは、トリムや位相判定も行えます。クリップエフェクトは、単体、または複数のクリップを選択し、任意のパラメータを操作することで実行します。インプットトリム、フィルター、 EQ、コンプレッサーといったエフェクトを各クリップごとまたは複数クリップ同時に再生時の冷停しなくリアルタイムで処理可能です。ボーカルコンプ時の各クリップのサウンドマッチ、ダイアログ編集やアフレコ時の声音作業、テイクごとに異なるアンビエンスの調整など様々な場面での利用が考えられます。例えばトラック上のいくつかのクリップを選択し、このようなテレフォンボイスを瞬時に作成するといったことも簡単に行えます。 クリップエフェクトは ProTools HD 専用の機能ですが ProTools スタンダードシステムでもソロサウンドを再生バイパスレンダークリアすることが可能となっておりシステム間のセッション互換は維持されます音楽制作やポストプロダクションのさまざまな場面でワークフローを効率化し作業のスピードアップに役立つこのクリップエフェクト機能を最新の ProTools HD でぜひお試しください ProTools HD には新しいレコーダーモードであるインボックスダバー機能も搭載されました。この機能は1台の ProTools HDX システム上でサブミックス、ステブミックスを再生、録音、モニターし、それらのプリントトラックを作成する必要のある音楽やポストプロダクションでのミキシング時に有効です。 この新機能は、レイテンシーが最小化された DSP ベースのシステムである HDX の特徴が活かされており、大量の遅延補正が施されたミックスストリームをカスケードした場合でも、シームレスなパンチプレイバックモニターが可能となりました。この新しいレコードモニター機能を実行するには、すべてのレコード用トラックをオートローレイテンシーオフモードに設定します。このモードになると、設定したトラックの自動遅延補正値の表示部分が青に変わります。 この機能は、ステムミックスからプリントマスターを作成する場合や、一本化済みのマスタートラックの部分差し替え等に利用するディストラクティブパンチモードで特に有効で、S6 ポストモジュールからの操作も行えます。このモードを使うことで、サブミックス、プリントマスター、エンコードデコードトラックといった、すべてのプリントトラックのモニターを1台の ProTools HDX システム内で完結することが可能となります。プロトゥールズ12.6では、 録音、編集、ミキシング時の生産性の向上やワークフロー効率化に役立つ機能も追加されています。プレイリスト機能は複数テイクを管理し、それらを表示展開させながらコンピングしていくことができる機能ですが、新たにトラックを展開しなくても複数のプレイリストが存在していることがわかるよう、トラックネーム上にブルーの表示がなされ、 シフトキーを押しながら上下の矢印キーをタイプすることでそれぞれのプレイリストを切り替え表示することができるようになりました。またトラック上から誤ってクリップを消去してしまわないよう新たなビジュアルフィードバック機能も追加されています。 初期設定画面に追加された録音中にオーバーラップされたクリップを有効なプレイリストに送るをチェックしておくと複数テイクを録音した際に既存のクリップを新しいテイクが完全に上書きしても自動的に別のプレイリストに送られタイムライン上に保全されるようになりますそのクリップはプレイリストを切り替えながらコピーペーストで簡単に戻すことができますので編集時のベストテイクを選ぶ作業が効率よく行えます プロツールズには新たにレイヤー編集モードが加わり、既存クリップ上に新しいクリップを置いた場合でも、仮想レイヤーのクリップ波形も透過表示しながら、正確な編集位置に移動、トリムなどが行えるようになりました。このモード時には上に置いたクリップを削除しても、仮想レイヤー部分の波形データがそのまま表示されます。スマートツールがフェードカーブのダイレクト編集に対応しました。これまでのようにクリップを素早く移動したり、 トリムをしたりする以外に、フェードカーブをタイムライン上に表示したまま、直接操作、変更することが可能となりました。また、このカーブ特性を右クリックで表示されるフェードメニューから変更することもできます。波形表示もリアルタイムにアップデートされますので、再生前にどのようなサウンドになるか予測することもできるでしょう。トラックコラボレーションやフリーズ機能の追加により、複雑なセッションを管理するためのビジュアルフィードバックの重要度も増しています。 編集ウィンドウのツールバーにはタスクマネージャーのステータス表示が加わりファイル処理やクラウドにデータを送信している際のモニターが常時行えるようになりましたセッション上でリンクを見失った素材がある場合赤で表示されたセッションデータオンラインインジケーターからサイリンクウィンドウを直接呼び出すことが可能となりましたグローバルフリーズインジケーターからはセッション内にあるバーチャルインストルメントトラックだけをフリーズし CPU パワーを節約する作業を 一度の操作で行えるようになりましたご覧いただきましたように Protools 12.6では数多くの新機能が追加されていますクリップエフェクト、レイヤー編集、プレイリスト機能強化ビジュアルフィードバック追加、フェードダイレクト編集これらはワークフロー効率化や生産性の向上を通じて皆様のクリエイティブワークに貢献することでしょう